さあ、それでは行ってみましょう。試乗している車は日産フェアレディ Z 2019年モデルですね。こちらは 3.7 リットルの V6 の NA エンジンです。今となってはこの大排気量 NA、 こちらはかなり希少なエンジンです。さあ、この Z 一体どんな走りをするんでしょうか。こちらのエンジンですね、336馬力、こちら7000回転で発生します。そして最大トルク、こちらが365ニュートン、5200回転、よって、まあ、NA エンジンの特性でもありますが、結構高回転型なんですね。最近の NA は結構低回転でも最大トルク発揮するような作りになっているものもありますが、こちらのエンジンは、まあ、昔ながらの作りですね。回してなんぼ、そういった形ですね。いや、非常にスムーズですね。乗り心地がいい。おお、なるほど。やっぱりそのボディ剛性もですね、このフロントのスタートタワーバー、これ結構効いてる感じしますね。このフロントの入り、こちらにかなり影響をしている感じがします。スッと入っていく感じですね。ワインディングも滑らかに回ってきますね。やはりまず感じるのが、まあ、よくある輸入車のスポーツカーですね。特にドイツ車なんか多いんですけども、やはり高剛性ボディ、がっちりボディが、まあ、箱ごと回ってくっていう感じじゃないんですね。こちらはやはりサスペンションをちょっと柔らかくして、コーナーをひらりひらりとしっかり、足を踏まってロールする感じですね。ロールをあえて抑えるのではなく、しっかりロールをさせてコーナリングすると、そういったひらりひらり感ですね。これがまあ国産のスポーツカーってそういうのが多いですね。まあ、軽量のロードスターなんかもそうなんですけども、こちらはまあ重量級の車でもそういった乗り味なんですね。うん、しっかり足がロールして踏ん張って入ると、結構この辺路面荒れてるんですけども、吸収がいいですね。乗り心地いいですよ。まあ、今ですね、低速走行なのでエンジン回転数はずっと2000回転以下。音もかなり静かですね。いいですね。さて、ではですね、ここでちょっと Z、 こちらの経歴といいますか、ちょっと歴史を振り返ってみましょうかね。こちら日産フェアレディ Z、 こちらはですね1969年、こちらがスタートしました。このフェアレディ Z という名前ですね、こちらはもうポルシェ911とともにですね、一つの社名で半世紀以上こういった継続販売されている数少ない車なんですね。ま
日本を代表するスポーツカーですね、こちらは。もう今年で Z 誕生の52年目です。半世紀以上、すごいですよね。初代こちら S30 型ですね。こちらは、まあ、当時ジャガー E タイプとかですね、あとポルシェ911、こちらに匹敵するような、まあ、スペックで、比較的にね、手が届きやすい値段でというのをコンセプトに開発されたスポーツカーなんですね。でこちらがアメリカで大ヒットしまして、まあ、日産の輸出モデルダットサンという名前ですね。このダットサンという名前を、まあ、アメリカに広げた功績があると、そういったスポーツカーだったんですね。さあ、そして2代目になります。2代目は S130 型。こちらも基本的な、まあ、キーコンセプトと同じですね。デザイン的にもさほど大きな変化はなく、ブラッシュアップした形で登場しました。こちらなんといってもやっぱり日本でヒットしたのが西部警察。当時の子供から大人までみんな釘付けになりましたね。西部警察、これの大門団長が乗ってたスーパー Z ガルウィングなんですね。というのもあって憧れの車、そういったイメージが強いですね。3代目になります。 Z31 型。こちらはですね、ちょっとハイパフォーマンスカーを意識してきました。V6 3リッターターボモデルですね。いきなりパワーアップしましたね。そして国産車で初めて、まあ、最高速ですね、国産車の最高速を叩き出したようなモデルでもありました。こちらは当時流行ったリトラクタブルヘッドライト、あのパカッと開くやつですね。あれってライトがくるっと開くときにくるっと一回転して開く構造なんですけども、それとは別に、まあ、ハーフリトラクタブルといいますかね、半分ももともとライトが開いてまして、それを上下移動でプッとライトが増える、幅が増えるですね、そういった形式のライトが特徴的でしたね。さあ、そして4代目、こちら Z32 型。ここはバブル景気もありまして、ふんだんに車の開発にお金をかけられたと。よってですね、日産の最高の技術が投入されました。3リットル V6 ツインターボ、そして、4WS もついてましたね。パワーは、280馬力に達しました。この頃国産車で280馬力以上出していけないという、280馬力規制ですね、自主規制、そういったものを作るにあたったきっかけの車でもあります。さあ、そして5代目、こちらはですね、日産が、ルノーと提携しまして、カルロス・ゴーンさんですね、ゴーンさんが来て日産のリバイバルプラン、これによって一旦停止してた Z の生産が復活、よって5代目の新しいモデルになりました。こちらも280馬力は撤廃されているので、313馬力、そういったパワーの車になってましたね。さあ、そしてこの現代の6代目、こちら2008年ですね、デビューは。早13年、先日やっとオーダーストップがかかりました。いよいよ新型にスイッチしていくようですね。ちょっと前が空いたので踏んでみましょう。せっかくなんでマニュアルモードにしてみたいと思います。しますね。聞こえてますかね、これ。
しい甲高いサウンドですね。これがいいですね。やっぱターボ車にはない音ですね。これが。回転数が落ち着くと一気に静かになります。回転数を抑えて走るともうすごい心地のいい GT カーですね。長距離も非常に楽に快適に乗ることができますが、こういったワインディングロードなどちょっとギアをシフトダウンしてですね、ちょっと低いギアで走ってみるとまさにキャラ豹変ですね。マチックトランスミッションもなかなかスムーズいいですね。このトルコンの AT なんですけども、トルコンらしいそのスムーズさ、これが非常に快適です。そしてシフトダウンの時、だいたいトルコンってワンクッション遅れたりするんですけども、こちら遅れは非常に少ないですね。よってかなりダイレクトなシフト操作が楽しめますね。パドルもやっぱいいですね。大きめのパドルがいいですね。8年でこんなことできたんですね。当時の AT ってこんな技術なかったですけどね。他の車で日産恐るべしですね。トルコン AT でブリッピングしてたのって当時、そうですね、レクサスの ISF ですね。あれが確かこんな感じでしたね。シートのクッションいいですね。非常にやはり柔らかいクッションといっても、柔らかすぎるふかふかというわけではなく、あのフォールド性がすごいあって、体の動きがかなり抑えられるんですが、それでいて吸収性というんですかね、ショックの吸収性もあります。これがやっぱ乗り心地を良くしている一つの理由ですね。とは言いますが、現代のスポーツカーでもかなりの高いレベルだと思います。乗り味こそそういったドイツ車とかですね、ヨーロッパ車とは違いますが、これはまた国産車らしいと言いますか、また違ったアプローチですね。そういった味付けでこれはいいと思いますね。
Z32 が通りましたね。最近世のスポーツカーは500馬力だ600馬力だってありますけども、日本であれは使い切れませんからね。やっぱり踏んで楽しめるのは300馬力ぐらいまでですかね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。今回は日産フェアレディ Z6 代目 Z34 型、こちらをご紹介しました。非常にレベルの高い楽しい運転ができるスポーツカーでした。さあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。